石川かれんです。はい、本日はラブボニートさんとのタイアップで私のおすすめの5コーデをセレクトしてみたので、ブックブック形式でご紹介していきたいと思います。それではスタート。今回ご紹介するこのラブボニートさんなんですけども、シンガポール発祥のファッションブランドで、この度日本に初上陸したらしいです。おめでとうございます。なんか私もサイト見て実際に今回お洋服を選ばせてもらったんですけど、モダンでミニマルシックなものがめちゃめちゃ多かったです。私も大好きなアースカラー系がメインって感じでした。あとお値段も1890円から1万円いかないくらいのものばかりで、学生さんとか同年代の方にも手に取りやすい価格なんじゃないかなと思います。はい、それではワンコーデ目がこちらです。ちょっと淡いブルーのセットアップになります。どっちもショート丈でちょっと足長効果もあるし、どう短く見せてくれる効果もあると思います。あと結構ねブルーが淡めなので顔色も明るく見せてくれるのかなと思います。生地もしっかりしててすっごいなんか高級感があります。ボタンも多分外側で留める部分は見えるのは一つなんですけど、ここでしっかり留めれるのでペラペラなっちゃうこともないかなと思います。ボタンの柄も可愛い。中がスクエアタイプのキャミソールを着てるんですけど、鎖骨とかここの胸元を綺麗に見せてくれるのでいいのかなと思います。ウエストもここチャックがあってホックで留めれるので、チャックが開いちゃう心配もないです。あとスカートが台形になってるのもすごく足が細く見える効果があるのかなと思います。私みたいに足を出すのが苦手な方だったり、下半身ちょっと気に入っちゃうなって方でも、太ももまでの長さを隠せて気になる部分をカバーできるのかなと思います。それでは2コーデ目に行きます。皆さんベルトがありました。ちょっとベルトもつけます。これは付属のベルトですね。なんか本当に飾りみたいな感じなので、ウエストの部分もブカブカはしないから、本当あってもなくても着れるかなって感じです。でもあるとやっぱりアクセントになってこのウエスト部分が締まるかなと思うので、つけるのもおすすめです。はい、じゃあ今度こそ2コーデ目に行きます。ということで2着目に着替えました。ナタリア・ピアフォードレスっていうやつらしいんですけど、なんかこの V ネック、結構大胆にカットされた V ネックのワンピース、後ろチャックしてすごい可愛いんですよ。なんかポッケとかもあって結構深めなのでいろいろ入りそうですね。この中に着てるインナーのトップスがモックネックになっていて、結構伸縮性のあるトップスになります。だしなんか白なのにすっごい生地がしっかりしてるので、中に着てる黒いインナーが全然透けないなっていう印象です。すごいなんか着心地がとってもいいです。形も可愛いですよね。長さとかもいい感じ、ちょっと膝上の感じで、こんな感じです。2着目は3着目に行きたいと思います。それでは3コーデ目に着替えました。これ上がちょっと短めのタートルネックのニットなんですけど、滑らかで肌触りがすっごく良くて、なんか私今中にキャミソールだけなんですけど、全然この皮膚に直接当たる部分でチクチクしないなっていう印象です。なんかこんなにいい肌触りなのがメリノウールっていう素材を使用してるみたいで、なんかすっごいあったかくて軽い素材だなっていう風に思います。あとなんか洗濯ができるみたいで、私一人暮らしを始めたのでちょっとクリニックとか出すのめんどくさいなって思ってたんですけど、お家で洗濯できるということなので、皆さん一人暮らしの方にもおすすめかなと思います。ここにね出したら分かるんですけど、スリットが入ってて、下にパンツ履いた時もなんかすっごいちゃんとここを見せてくれて、足の長さがちゃんと
分かるのかなと思って、スタイルアップにもいいと思います。下のスカートがここにボタンがついてるスカートになります。でもここが外せるとかではなくて飾りボタンにもなるんですけど、ちょっと重ねてあるデザインがね可愛いなと思ってこちら選びました。これも結構タイトなんですけど、ここにチャックがついてるので自分で脱ぎ着がしやすいかなと思います。それでは4着目に着替えていきます。それでは4着目に着替えました。なんか私的に今回組んだコーデの中で一番着痩せするかなっていう思うコーデです。私の体型の悩みが、足が短いことと、あんまり下半身が細くないことと、このもも張りが気になったりとかするんですけど、このスカートは結構ウエストハイウエストになっているので、丈も長いし足長効果もありますし、ウエストをしっかりマークしてくれるので、ちょっとウエストの細見えにもなるし、足のね太さとかもカバーしてくれて見えないようになってるのでいいのかなと思います。ここがゴムになってるんですけど、ここのクシュクシュがめちゃめちゃ可愛くて、ただのスカートだったら多分買わなかったかもしれないんですけど、ちょっとしたデザインがめちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。しかもポッケがあるんです。ここにポッケのクシュクシュだったんです。めちゃめちゃ可愛い。しかも動いた時のねふんわり感がねめちゃめちゃ可愛いんですよ。結構カサカサな生地で、なんか座った時になんかお尻とか汗かいてもくっつかないような素材だし、もちろん黒だし、中にこの黒だけど裏地もついてるので透けないっていうのがお気に入りポイントです。上のトップスは全部ボタンになってて外せるんですけど、茶色のブラウンの襟付きのニットですね。結構薄手なんですけど、しっかりあったかいなっていう印象です。あと袖もしっかりしてるし、なんかほつれとかもしにくいのかなって、さっき言ったこちらニットもそうだったんですけど、ってここのブランド全部本当に肌触りが良くって、着てて嫌な感じがしないなって思います。なんかシルエットが全部可愛いですよね、今ここ着てるもの。なんか今ここまで4着着てきて、もしかしたら皆さんも思ってたかもしれないんですけど、このラブボニートさんのお洋服って本当にシルエットが綺麗でお上品というか、なんかちょっと背筋がピンと伸びるような綺麗めな感じがすごい素敵だなと思ったんですけど、女性らしいシルエットが出るっていうか、シルエットがとにかく綺麗だなって思います。なんかこれ上下で今まで着てきたやつも全部1万円いかないくらいなんですけど、すごい高級感があってね、あの学生さんとかもすごく着やすいデザインなのかなって思います。ちなみにラブボニートさんはアジアの女性が人生のあらゆるステージで力を発揮できるようにという目標を掲げているそうなんですけど、今お洋服を着てみてなんかすごいその目標に合ったお洋服だなと思ったし、こういうお洋服シルエットが綺麗でちょっとスタイルアップできるようなお洋服を着たら、なんか私も自信持って外歩けるような気がしました。はい、それではラスト5着目に行きたいと思います。それではラストは5着目に着替えたんですけれども、このコーデもすごいスタイルアップするコーデかなって思うんですけど、何よりここが可愛いんですよ。スカートのスリット部分めちゃめちゃ可愛くて、なんかこういうちょっと結び目のあるスカートとかってここに目を行かせたいから別のところにあんまりデザインを作らないと思うんですけど、このラブボニートさんのスカートがここにもあのインパクトをつけながらスリットも入れて女性らしさをさらにプラスするっていう、もう天才的なデザイン、めちゃめちゃ可愛いんですよ。でここね後ろもチャックだし、その上にホックもついてるのでチャックが開いちゃう心配もないですし、ウエストがやっぱりねマークされていて下に向かってこう広がっていくシルエットになってるので、やっぱり細見えもしますし、スタイル細長く見せれることができるのかなって思います。でトップスの方はグレーのちょっと薄手のニットなんですけど、ニットなのかな、でもすっごい伸縮性があって、だいたいこういう服って首のところがちょっと着づらくて髪がボサボサになっちゃったりとかすると思うんですけど、全然そんなこともなくすごい伸縮性があって着やすかったなっていう印象です。袖口がめちゃめちゃ可愛いんです。このちょっと広がっててピラピラピラってなってるんですけど、これがすごい可愛くて
って袖口まで気を抜かずにおしゃれしてる女の子みたいな感じになります。あと首元もここ首元も袖口と同じデザインになってるのですごい統一感もあって可愛いし、アクセサリーとかつけなくてもなんかあんまり寂しい感じがしないと思うので、アクセサリー苦手だよって子でもいいコーデかなって思います。広がりがバカ可愛い、ずっと回ってたよ気になる人にこのスカートを見せたい。はい、こんな感じのココアデメでした。はい、で皆さん、あのここに緑のニットが見えると思うんですけど、さっきこっちのアイボリーの方のニットを着たんですけど、ちょっとこれが良すぎて2色買いしたんですね。なのでこっちのグリーンでのコーデも組んでみたいと思います。おまけです、おまけ。それではおまけの1着に着替えました。でさっきちょっと言えなかったニットのポイントがあるんですけど、この袖の部分が折り返しになってて、なんかもうめくれてもちゃんと縫い付けがあるのでそれ以上に戻らないようになってるんですけど、この折り返しの部分がすごいポイントになってくると思ってて、さっきもこっちで袖口が可愛くてめちゃめちゃコーデの主役になるって言ったと思うんですけど、このニットも袖口までしっかりこだわられててコーデのポイントになると思うのでめちゃめちゃいいんですけど、あとさっきはちょっとインしてスカートに合わせて入ってたと思うんですけど、今回はちょっとアウトしてスカートと合わせてみました。なんかここにスリットがある分なんかズーンと重く見えないし、なんかスタイルもそんなにね悪く見えないというか、まあスリットのあるものと合わせたからっていうのもあるかもしれないんですけど、ロングスカートとの相性も抜群かなと思います。でこれアースカラーって言うんですかね、私の大好きなアースカラーがめちゃめちゃあって、なんか本当にこのブランドさんのサイトをこう見てる時からめちゃめちゃ楽しかったです。はい、ぜひ緑が好きな方とか、ちょっとブルーが好きだよ、この淡いアイボリーが好きだよとか、ここら辺にある色がね好きな方はぜひ一緒にお揃いにしてみませんかということで、はい、6着全部終わりました。今回のルックブック形式でお送りしたこちらのコーデ紹介いかがだったでしょうか。なんか私ラブボニートさんのサイトを見てこう一から自分で今回選ばせていただいたんですけど、本当にどのお洋服も可愛くて、さっき言ったようにアースカラーが私大好きで結構得意としてる色の分類だと思うんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、なんか色が可愛いだけじゃなくて形もすごいこだわってて可愛いし、素材もねさっき言ったようにメリノウールを使ってるニットがあったりとかして、本当に素材の細かいところまでこだわられてるなという印象でした。本当に全部がこだわり尽くされていて、女の子にもってこいのお洋服がたくさんありましたので、ぜひ皆さんも見てみてください。今回ご紹介したラブボニートさんの公式サイトとインスタグラムの方は概要欄に貼っておくので、皆さんぜひチェックしてみてください。ぜひぜひお揃いにしましょう、可愛いので。はい、ということで本日も動画を最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。